おはようございます、今奥多摩の東日原というバス停にいます。もう奥多摩の奥の奥の最深部のところですね。で今日これから、天目山っていう山まで登って、そこから長沢拝領っていう稜線をずっと歩いていきたいと思います。これはですね、東京都と埼玉県の県境になっている稜線で、もう奥多摩の最深部、一番奥にあるところです。で天目山からは天目山、鳥谷山、長沢山で芋の木どっけっていう山を通って埼玉の方に降りていくわけなんですね。ものすごい長いコースなんで1日じゃ無理2日かけて歩いていきたいと思います。まあちょっとこの念願のね、長沢拝領なんですけど、果たしてこれを念願と思ってる人が一体どれぐらいいるのかっていうところもあるんですが、まあ、気をつけて歩いていきたいと思います。Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing?But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. はい、じゃあ天目山、鳥谷山登っていきます。本当にここで降りる人はね、全然いなくってね、まあ今日ちょっと金曜日で平日っていうのもあるんですけど、2人しかここ降りなかったですね。ほとんどの人は手前の川乗山、登る川乗橋のバス停で降りてってね、まあすごく本当に静かな奥まった場所なんだなって思います。で今日はですね、11月の18日なんですね。で僕家で調べてきて、ちょうどソロ登山を始めたのが去年の11月の20日だったんですよ。なんでもう本当ちょうど約1年、この1年間本当に奥多摩の山たくさん登ってきました。まあね、東京に住んでる登山好きにとって、まあ、アクセスっていう意味でも、同じ東京都っていう意味でも、まあ、やっぱり奥多摩の山ってホーム感ありますよね。で先月ね、誕生日登山って言って雲取山に登りました。テント担いでね、その動画もあるのでよければ見てくださいっていう感じなんですけど、まあ、大体やっぱりその東京都最高峰、奥多摩最高峰の雲取山登って、まあ、奥多摩制覇したぞみたいな感じなんですけど、僕の中ではやっぱりこの長沢拝領っていう存在がずっと引っかかってた。長沢拝領登ってこそ奥多摩結構いろいろ登ったよって言えるかなっていうところがあって、まあ言うなれば、なんか雲取山はドラクエ5で言えばミルドラースで、長沢拝領はエスタークみたいな、これ分かる人いるかな、そのラスボスと裏ボスの違いみたいな、なんかそういう感じはありますね。登るじゃねえか、まあ、分かってたよ、分かってたんだけどさ。今日も暑いぜ、頑張っていこう。上の方はもう紅葉は終わりかけなのかな、むしろ東日原とかね、奥多摩の町の方がちょうど今紅葉してる感じなのかな。まあでも綺麗ですね、静かで美しい。お、出ました。これこの辺りでちょっと人知れず有名な木ですね。すごくないですか、この反骨精神があふれるというか、一回下に行って上に行くっていうね、すごい
ね、自然って。今だいたい1000メートル超えたぐらいですかね、1100ぐらいだと思うんですけど、まあ一気に上がってきますね。いやもう奥多摩らしい、もうザ奥多摩ですね。おお綺麗。こっちは南側なんで奥多摩の主脈の方ですね。あのちょっとこのキューピーちゃんっぽい右側にある山、あれが奥多摩三山の大岳山ですね。形が特徴的なんで分かりやすい。天気いいぞ、気持ちいいな。ちょっと開けたところに出ましたね。見えてるのが鳥谷山ですね。これから向かおうとしているところ、まあ、今から歩いていく稜線が今ここから見えている感じですね。まだ結構あるな。あれなんだろう、鳥の巣とか。いやなんかそんな感じはしないよな。面白いですね。はい、これはいっぱい水の避難小屋ですね。いっぱいの水と書いていっぱい水。こんなところによく建てるよな。こんな感じ。なんか日当たりはあんまり良くないね。でもまあ本当に綺麗に整備されてますね。ちなみにさっきのいっぱい水の避難小屋は、あの山賊が住み着いてたっていうので有名な避難小屋なんですよね。しかもそれ明治とか大正とか昭和とかの話じゃなくて、平成っていうね、平成の時代に山賊が住み着いてて、登ってくる登山者を追い張りしてたっていう、なんかそんな逸話というかね、まあ、事件ですよね、があった山小屋なんですよね。怖いね。天目山ラストの急登です。キッズ着いた。天目山1576メートル、別名三つどっけですね。うわ、すげえ景色。いざ食べようと思うとなんか食べる気が起こる。そうそう。疲れてくるから食べる気が起こる。じゃあご飯食べまして、天目山から今度は鳥谷山、今日の目的地ですね、鳥谷山に向かっていきます。
今日はね、その東三原のバス停降りた時に僕ともう一人だけしか降りなかったんですよ。二人だけしか降りなくって、でその一緒に降りたおじさんと、まあその道中何度かこうすれ違いながら話をしながら登ってったんですけど、まあ、結構仲良くなっちゃって、頂上で今一緒にご飯食べてコーヒーとかもごちそうになって、まあ、ただそのおじさんはあの天目山から逆の方向にそばつぶ山とか川のり山とかそっちの方向に行くっていうので今別れて歩いているところですね。いや、ここから鳥谷山まではだいたい2時間3時間ぐらいですね。気をつけて歩いていきたいと思います。食ったそばから、ちなみに先ほどの天目山、まあ、山頂がね綺麗に開けたわけなんですけど、あれは天目山大好きおじさんがチェーンソーを持って登ってきて上にある木を勝手に伐採するっていう違法伐採をするっていう、なんかそういう逸話があるみたいですね。まあ、もちろん違法なんですよ。なのでそのおじさんがその後どうなったのかっていうのは定かじゃないんですけど、まあ、おかげさまで景色はめっちゃ綺麗っていうね、まあ、いいのか良くないのか何なんだかみたいな、あのそんな話があります。ここからはまあ稜線歩きなので、まあ、基本的には気持ちいいコースが続くんじゃないのかなと想像してますね。今その鳥谷山の避難小屋を目指しています。で奥多摩にある避難小屋っていうのは基本的にはその緊急避難用のものなんですね。なのでその今日僕もその緊急避難用として僕が使えなかったケースを考えて、あの一応そのビバークの装備チェルトとかね一応持ってきてます。ただ、まあ、僕は今日使える余地があってあのスペースをお借りすることができるのであれば、鳥谷山の避難小屋に、まあ、泊まりたいなと思って今向かっているところです。まあ、本当に奥多摩の一番奥にある施設建物なのかなと思いますね。じゃあ向かっていきます。やばいやばい、ここ絶対やばい。中にある奥にある平べったやつが雲取山ですね。で、これがだから石尾根の縦走路になりますね。綺麗ですね。多分この中央にあるこの山ですね。これが鳥谷山かな。場所にこんな木の作ってくれてもう大変だよな、ありがたい。そしてちょっと怖い、はい、遠い遠いっすわ。まあけど道はなんか歩きやすいですね。もっと全然山深くて道迷いしやすいようなコースだと思ったんですけど、意外としっかりしてますね。まあ確かに細くて危ないかしい感じはありますけどね。で、道は分かりやすい。鳥谷山避難小屋ですね、到着。いやすごいとこに立ってるな。中はこんな感じ。いやすげえ綺麗ですね。今日の我がスイートホームです。
めちゃくちゃ良かったですよ。ね、天気すごい良かったんですよ。ん、天気がすごい良くて、もう本当綺麗でした。そうなんですか。てなわけで鳥谷山の避難小屋なわけですから、すぐそばに鳥谷山の山頂があります。だいたい15分ぐらいで登れるので、もう今日のうちに登っちゃいたいなと思っています。向かっていきます。はい、鳥谷山1718m 到着ですね。ちょっとガスっちゃったね。いや、よう歩いたね。よう歩いた。うん、でもまあ結構いいペースだね。ほんと早めに小屋ついちゃったし。おはようございます。今朝の6時ぐらいですかね。めちゃくちゃ天気いいですよ。今日もこのね、奥多摩全景を包み込む朝日、非常に綺麗ですね。で、朝飯食べてコーヒーでも飲んで、で小屋の中ちょっと掃除してね、出発したいと思います。今日も結構長いんで、まあ、標準コースタイムだったら多分7、8時間、まあ、時間的には4、5時間ぐらいを見てます。なので、まあなるべく早めに出発して、まあ昼ぐらいに目的地である埼玉県の三峯神社に到着できればと思っています。小屋の中からもね、こんな風に見れる、本当に断崖絶壁に立ってるこの鳥谷山の避難小屋、景色格別ですね。はい、じゃあ朝日の中出発していきます。綺麗だね。今からまずは長沢山ですね。この長沢拝領の名前の元になってるのかな、長沢山に向かっていきます。で、その先にある芋の木どっけっていう山、これ山の名前なんですかっていう感じなんですけど、芋の木どっけっていう山をさらに目指していきます。いやー、気持ちいいですね。一番こう山歩きが気持ちいい時間帯だと思うんだよね、この早朝っていうのは。だいたいこれまで1泊2日で山行くときっていうのは本当に標高の高い山が主だったので、まあ、朝起きてもね、周りをこう見下ろすような
風景からスタートするっていうのばっかりだったんですけど、なんかこういう山深い木々の中で朝を迎えるっていうのもなんか新鮮ですね。これはこれでものすごい気持ちいいですね。いや何がいいって、あの長沢ハイドの稜線からちょっとだけ南側のところに道があるんですよね。なので日がもろに当たってくれるっていうのがいいですね。これがもし稜線からちょっと北側の方だったら、ずっと日陰の中を歩くっていうことになってたと思うんですけど、すごい気持ちいいこの道。朝はね、なんとこんなところにヘリポートがありますね。すげえな。近くに山小屋があるわけじゃないから、もう救助用とかなのかな。すごいとこにあるね。うわ、でもそのここ開けててすごい綺麗だね。富士山綺麗に頭出してくれてますね。でちょっと分かりにくいんですけど、この枝の向こうにあるあのひときわ高そうな山が雲取山、奥多摩最高峰、東京都最高峰の雲取山ですね。でこの手前に芋の木どっけっていう、今隠れてると思うんですけど、そんな山があるんで、まあ割と近いところまで来てるのかな。でこっちが北側ですね。こっちも綺麗に見えますね。であの真ん中にあるギザギザの山が、百名山の両神山ですね。ちょっと前に登ったことのある山ですけれども、でその奥にあるひときわ背の高そうな山が浅間山ですね。いや素晴らしい。まもなく長沢山かな。多分あと15分20分ぐらいですかね。いやーこの稜線めっちゃ綺麗、好き。いいですね。もう天気良くて何よりだね。そして暑いだね、長沢山。おー立派な奥多摩といえばのこのモニュメント。長沢山到着。1738メートル。太陽の後半戦、小さいピークがねなんか連続して続くんで、細かいアップダウンを繰り返していくっていう、それは結構きついですね、はあ、いやもう下山後のビールと温泉が楽しみだぜ。芋の木どっけまでのね後半戦、結構強烈なピークが続いてマジきちい。足もねやっぱもう後半で結構疲れてきてるんで、踏ん張りどころですね。頑張ろう。小屋瀬戸の頭かな。長沢拝領芋の木どっけ雲取山方面行きます。突然ですけど、日本で2番目に高い山といえば、まあ登山好きな人だったら分かると思うんですけど、まあ北岳ですよね。じゃあ東京で2番目に高い山どこだか分かりますか？結構ね分かんないと思うんですよね。でそれが今到着したこの芋の木どっけになります。はい、芋の木どっけは1934メートル、東京で2番目に高い山になります。まあ、眺望はね全然なくて結構地味な感じなんですけど、2番目に高いということですね。なんか僕も最近知りましたね。なんか勝手に鷹の巣山が2番目に高い山だってずっと思ってたんですけど、全然そんなことなくって、もうこの長沢拝領の山は本当に鷹の巣山よりも高いっていう山ばっかりですね。まあその中でもこの芋の木どっけがあのひときわ高い山になりますね。いや結構きつかったここまで来るので、ここで長沢拝領は一旦終わりになります。なので昨日の天目山からずっと歩いてきて、この芋の木どっけで長沢拝領になります。で今からは、埼玉県の三峰口の方に降りていこうかなと思います。じゃあ、まだここから結構ありますんで気をつけてね行きたいと思います。 Can we work it out?
Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? はい、というわけでここはもう埼玉県なんですね。1921メートル、白岩山。まあ、奥秩父山系ですね。まあ、ここを一気に三峯神社まで下っていくわけですが、まあ、こういう椅子とか机とか懐かしいね。長沢拝領はマイナー感あってこんな丁寧なものは存在しなかったですけどね。はい、じゃあ一気に下っていきます。左のルートなのにめっちゃ登らせるやん。前白岩山、よくみさん特徴的ですね。よくが朝の山、さっきからだいぶ近づいた感じがしますね。I still want all of you, and I know all your colors. And I guess 'cause of that, I can think of no others. Yeah, I need you to breathe, without you, I'm lost.